ます。はい、じゃあします。はい、じゃあ今日もですね、前回の続き、この有識、苦難儀について、まあ、最後の、ところをお話をしたいと思います。この有識という教え、これはですね、これがしっかり理解できたら、あなたの苦しみはなくなる。苦しみの解決をするためにお釈迦様が、有識という教えを明らかにされました。でもこれはある意味ね、まあ、悟りのようなものなんで、我々の常識から言うと有識はなかなか理解ができない。まあ、聞いてさっと分かる人は本当仏典の深い人で、これはなかなか理解ができないから、この現状三蔵という方がですね、我々のために、皆さんが起きる疑問、非難、有識を聞いて疑問がいくつも出てくる、それを9つにまとめて教えられたもの、これを有識苦難儀と申します。有識を分かってもらえたら、あなたの苦しみはほとんどなくなります。そして、悟りも開ける。まあ、そういう内容がこの有識仏教ですから、難しい話ではあるんだけども、私は非常に有益な、自分の苦しみをなくすためにも理解されたらいい内容だと思います。でこの話は上有識論といいましてね、現状三蔵という方の書かれた著書です。まあ、現状三蔵といったらもう世界に名だたる超有名な方でね、まあ、翻訳家ではナンバーワンです。その方はほとんど翻訳なんだけども、一つだけ著書がございます。それがこの上有識論という本なんですね。これは現状三蔵の思いっきり、まあ、主観というか意見が思いっきり入ってます。普通は翻訳といったら、主観を入れてはいけないんですけどね、この本に関してだけは、現状三蔵のこの意思というか心が思いっきり入っている本なんです。どういうのかと言いますと、これは有識三重字というね、有名な賢人菩薩、摂心菩薩を書いたもう有識で最高に素晴らしい本があって、それを解説するために書いた本が上有識論でございます。まあ、有識といったらね、これ丸本と言ったらもう膨大な何百巻というね、残された本を読まないと理解できない。でもそんな私たち無理ですからね、それを私たちに、600字で、ね、漢字600字で、有識の教えをね、30の歌でまとめたものが有識30字、まあ、天智菩薩の最後の著書ね、浄土論と同時に最後の著書が有識30字で、ギューッとね、この絞り込みすぎたためになかなか理解するのが難しい。そこでそれを詳しくね、現状三蔵が解説された本が上有識論であります。でこれはね、有識三重字をね解説した本なんですけども、それをね、昔の偉い人が10人ぐらいね、偉い方がいて、いろんな意見、いろんな解説をされてるんですね。でその十大論士というんですけども、10人の偉いね、高僧たちの、人たちの意見を全部取り入れてね、十大論士と言います。でこれを取捨選択ね、最初はね、一人一人ね、全員翻訳しようと思ったんだけどもね、そんなんしたら皆さん分からないと、ただでさえ難しいのにね。それで現状三蔵は、一番弟子のね、ジオン大師という方から意見聞いて、この10人の偉いねお坊さんの解釈をね、取捨選択してね、現状が取捨選択していいところを取って、そうでないところを捨ててですね、取捨選択して書いた本がこれなんです。だからいいとこ取りみたいな感じですけどね、これいろんな意見がありますから、有識といってもね、いろんな意見解釈ができるので非常に難しいんです。それを、現状三蔵が10人の当時のね、偉いお坊さんの解説をですね、一つの本にギュッと凝縮した10人の偉いお坊さんの本を一つの本にまとめて、まあ、五法という方の教えを中心にして、五法というね、まあ、超偉い天才の方がおられて、その方を中心にして、
この有識の解説をなされていく、これが全10巻ございます。これが成有識論だから、有識が成立する、有識が成就する、そういう内容の本でございます。で、古来ね、有識を学ぶには、まあ、これを学ばないとわからないと言われてね、昔の日本が仏教を伝わってから、仏教の中心は本来は有識の教えです。一番最初に伝わった宗派は発祖宗ですからね、そこからだんだんいろんな宗派が出来上がっていくんですけども、まずは仏教の基本は、大乗仏教の基盤、基礎はこの有識の教えにあります。だから昔からこれをね、上意識のを学ばないと有識はわからないと言われます。ところがこれがまた難しいんです。まあ、こういうね、まあ、本があるんだけどもね、これもう漢文ばかりで、いまだに英訳はないそうです。英訳できないぐらい難しいから、またこれを改正した方がね、いっぱいあるんです。これを本気で学ぼうとしたらね、東京大学の医学部に入るぐらいのね、頭がないとこれはわからないというふうにね、この有識の先生が、ジョーク先生がおっしゃってますけどね、それぐらい有識は難しい。だからほとんどの人はこれ有識もう学ぶことができないぐらい難しいんだけども、でもね、ポイントをしっかり押さえてこれを理解することがね、あなたの解脱、あなたの苦しみの解決につながると、こういうふうにね思われて、私は学ばれたらいいかなと思って、で今日はそのポイントをね、なんとかね、分かりやすく話しできればいいなと思います。で、今日はこの有識苦難言の最後のところを話します。まあ、有識を聞いても、なかなか理解できないところが、ね、9つありまして、最後に、のところを今日は今からお話します。有識を9つの非難、批判、非難をの教え、疑惑の教えですね。で、9番目でありますが、異教非唯難という言葉でまとめます。異教非唯難、異教と言いますのは異なる教がある、これは直接ね、私以外の世界があるということですよね。有識を聞いたら、ただ式のみだからね、私のみの心、あなたの見ている世界はみんな私だと、こういうふうに言うことなんですね。世界といったらイコールね、私なんです。仏教で世界といったら実は私イコール世界なんです。ただ式のみですからね。ところが我々の理解としては、現実にはね、私以外に人がいる、世界がある、私以外に他がある、これが我々の常識だから、人がいるから他があるから、人が私を苦しめる、世界が、国が私を苦しめる、社会が俺を苦しめる、こういう考えをみんな持っております。それが間違いであること。あなたの苦しみは全てあなたが生み出す、あなたの心が生み出す。だからあなたの心が変われば苦しみは解決できる。たとえ外界の事象、外界、外の世界がね、変わらなくても苦しみの解決ができる、これが真実の仏教であります。だから有識が理解できたらね、たとえ周りの世界は変わらなくても、あなたの心が変われば幸せになれる、こういう教えなんですね。で、私たちは素直に理解できずに、異教、私以外に実際異なった境界、私以外に人がいるし、世界がある、ものがある、異教がある以上は有識ではないと、これそれまで実はそういう話も説いてきたんです。1から8までね、実際物ありますから、スマホはありますよね、皆さんおられます、私以外に人がいますから、異教ですよね、異なった境界、異なった物や人がいる以上は、それは有識で認めるならば、有識とは非、言えない、有識とは非あらず、言えないではないかという非なんです。で、原文をちょっと分かりやすく、書き下しますと、こういう問いと答えになります。外界を直接認識することはなくても、他者の存在を認める以上は有識とは言えないではないか。答え A、 Q に対して A ね、 Question and Answer ね。他者の存在といっても人間有識、
こういう言葉が由意識にございますね。人人由意識、一人一人由意識なんだと。人人由意識という言葉が仏教に由意識にございまして、だから人人由意識で、他者というそれ自身が由意識のみで、由意識とは矛盾しないと、まあ、こういう、意味の内容になっております。といってもちょっと難しいかもしれません。どういうことかと言いますとですね、一応ですね、仏教ではある由意識ではね、外界を直接認識することはなくても、外の世界をね、本当にありのままにね、我々見ていないと言われます。仏教ではあなたの主観を通してね、私たちは世界を眺めているという教えがありますから。でも直接世界、外界をね、直にあるがままに認識することはないと仏教で教えます。あなたが見ている人は、世界はあなたの色眼鏡を通して見ている。これがお釈迦様の教えね。ただ好きとか嫌いとかいうのもね、自分の主観が入って世界を眺めてますから、私の認識が間違ってる可能性が大いにある、ね、私が見ているその通りに人がいるんじゃない、私が見ているその通りに世界があるんじゃないというのが仏教なんです。でも一応外界の存在は認めてます、ね、ただ外界を直接認識することは、ないにしてもね、他者の存在を認める。仏教ではね、他者の存在、私以外に、ね、私以外に人が実際存在します、ね、仲間がいる、ね、苦しんでる人がいる、他者の存在を認める、これが仏教であります。認めるからこういう人たちを救おうというね、教えが仏教にありますから、他者の存在を認める以上は由意識とは言えないではないかと。他者、異教ね、異なった教外、他者の存在を認める以上は由意識とは言えないではないかと。これが9番目の質問であります。でそれに対してはね、まあ確かに他者の存在を解きます。由意識はね、解きますけども、他者の存在、私以外に人はいますけどもね、でも由意識なんです。なぜかと言ったらね、この由意識という意味をみんな誤解して、言葉の上面を捉えて、識のみだから私以外に存在しないと、まあ、こういう感じで理解しますけどもね、正しく言うとね、人人由意識で、他者というそれ自身が由意識だと。どういうことか言いますとですね、皆さん一人一人が由意識なんです。私も由意識、あなたも由意識、一人一人ね、十方を終えたらみんな一人一人が私の心で世界を眺めている。色眼鏡をみんなかけて、色眼鏡は、この色眼鏡は煩悩です。煩悩というね、汚れ、煩悩という汚れがあって、それで世界を眺めているから幸せになれないと。この煩悩の汚れを取る必要があるんだけども、一人一人、人々とはこれは人々、一人一人がただ識のみであってね、他者はいますけどね、その他者それぞれも、それぞれがみんな有意識であると。一人一人が有意識なので、この有意識の教えとは矛盾しないんだと、こういうふうに答えてるんです。といってもなかなかピンとこないかもしれませんが、もう少し詳しく説明いたしますとね、でここをちょっと説明するにはちょっと難しいですけども、鏡の例えで理解したらいいと思います。有意識でですね、鏡の例えというものが、ございます。これなかなか面白くて、私はちょっと感動したんですけどね、この有意識、ただ識のみ、これ理解するの相当かかります。まあ皆さんは早いかもしれませんけどね、独学で学んでもここなかなか私理解できなかった。やはり前意識から聞かないと有意識はなかなか理解できないと思いますね。でこの鏡の例えがいいなと思ったんですね。どういうのかと言いますとね、まず鏡、これ銅ですね、銅、これがあなたの本体なんです。これ仏教で難しい言葉で自性分と言います。この自性分、これがあなたの本体です。で普通それに気づかずにね、普通私たちは見分と相分が普通ね、私たちの認識なんです。相分とはこれ対象ね、対象、
相手は自分ということです。相分とはこれ対象ね、相手は自分、相手を、相手は自分の心の投影なんです、ね、相分、相手は自分、まずこれ対象のことを相分と言います。で、見分は見る自分だから、まあ、主観の方ですね。こっちを客観と言ったらこっちは主観と言ってもいいですね。分かりやすく言ったら、ね、対象と見る自分ですね。見る自分で、自称分は実は見る自分をまたね、あるがままに見ている自分がいるんです。これ私感動しました。今私喋ってますよね。喋ってる自分をまたね、見ている自分がある。私を、私自身が見ている心が存在するんです。これ合わせ鏡という例えがありますね。私の家は10階建てのマンションなんだけどね、昔住んどった実家の方はね、エレベーター行くとね、両側に鏡があるんですね。そこに自分が入ったらね、鏡見るとね、もうずーっとね、鏡がもう果てしなく見えます。そんな感じでね、私は自分を見ると見ている自分がずーっと続くんです。見分を自称分が見ている、これが本体ですけどね。で、またこれをまたね、見ている自分があるんです。まあ、ここでは例えでは言えないんだけどもね、見ている自分を小自称分と言います。自称分を、ね、証明、ね、自称分をまた見ている自分がいると、こう教えるんです。これのありまして、ちょっとややこしいですけどもね、自称分を見ている自分がいると、これで仏教で私分と言うんですけどもね。で、小自称分がまた自称分を見ていると、お互いで確認して、自分というものはずっと見ている自分がいると。だからやっぱり皆さんでもね、自分というものを見つめると、見ている自分、見られている自分というものがずっと続くと思います。こういう構造をね、仏教では説くんです。で、小自称分はちょっと例えあら出せないんでここはないですけどね、この相分、見分、自称分まではね、うまく例えで表せます。どういうことだと言いますとね、まずあなたの心というのは道である、鏡があります。これを自称分、自らを証明する自分ということで、これがあなたの本体です。で、あなたの心は人や物を認識する場合は光を放します。光を放すね、鏡は光があります。光を放すことによって対象というものを照らすんです。この対象がね、物とか人なんです。これが人もしくは物です、ね、で、これが実は相分なんですね。これがあなたの心に映ってるんですけどね、一応対象は外の境界です。異境ね、異なった境界、外界というのはこれです、ね、人や物はこの部分が外界であり、人や物ですね。で、それをあなたの見分が相分を照らす。で、その前にね、一般凡夫、悟ってない私たちから言ったら、親しく照らす表面的な部分しか私たちは照らさないんです。相手を見た場合に、相手の表面的な部分ね、これを難しいことはすいませんが、心所縁念というんですね。親しく照らすところ、養蔵相分と言います。これ一応相分、相手は自分ということなんだけども、影の像、ね、影の像が、ね、外に世界はあるけどもね、あなたが認識しているのは、あなたの脳の中で、あなたの心の内側で、影としてあなたは見ているんです。これは今のね、最新の脳科学、利根川進さんとかね、もう偉いノーベル賞を取った人も言ってますけども、我々の認識は心で生み出していると言われますよ。脳が生み出している。実際入ってきた情報をね、視覚神経通って脳でね、再現しているそうです。我々の認識は脳でね、認識したものをもう一回ね、あなたの脳の中で再現して映し出していると。これが今の最先端の科学です。今の有識の人ぴったりですね。だから今あなたが見ている相手は、あなたの心の内側で、脳でもう一度再現してるんです。表面的な部分が光が当たって、それがあなたのね、心の中で映し出されているから、これ影なんです。
そのものじゃないんです。陽像層分と言いますね。陽像、影の像の層分ね。これが我々の認識です。でこれが一般の我々ね。ただ親しく照らすと書いて、表面的な部分ね。でこれを難しい言葉で心所縁念と言います。親しく所縁、これ仏教専門用語で対象のことを仏教で所縁と言いますね。縁ずるところと書いてね。もう対象イコール所縁と覚えてください。いっぱい出てきますから仏教の言葉でね。所縁といったら対象、親しく対象とする、ね、縁、これ心所縁念、これをイコール陽像相分と言います。ただ見ている相手は自分だというのはね、これをあなたが見ているんです。主観の入った認識ですよ。あなたの嫌いだと思ったらね、相手は嫌だなと思うのはあなたの心が生み出しているんです。その人自身は本当は嫌いじゃないんだけどもね、あなたの心が、ね、人を通して嫌いなやつだと思っている。だから見ている世界は全部私だというんですよね。で仏教ではこの認識からね、どう変えていくかといったら、本当の相手、本当のものはその奥にあるんだと。奥にあるね。本当の人、本当の相手は諸所縁念、疎く照らすところ。まあこの我々はね、この胴にね、煩悩の錆がついております。汚れ、煩悩のね、執着、汚れ、錆がここにねついているために、錆がついているためにね、光の力が弱いんです。だから物事をね、表面的なところしか私たちは認識できないんです。悟りますと、この錆が取れて物事をあるがままに見る、これ表面的なね、ところからその奥にあるね、ものまで見える。これがブッダ、もしくは悟った人はね、相手の心が読める、見えるのはこの、錆が取れてるんですよね。まあ、完全じゃないけどもね、これが取れた分だけよりね、相手の本質というか相手そのものが分かるようになります。で、本当の相手、本当のもの、相手は諸所縁念。でこれは親しくに対して疎く、我から言ったら疎い、疎遠の疎ね、疎開の疎でありますから、疎く、疎開するね、疎く照らすところ、だから疎くね、照らすところ、対象とするものだから諸所縁念と言います。でもこれが本当のものであり人なんですね。だからこれを本絶相分と申します。本絶相分、あの日本語の本質という言葉はね、多分ここから来たと思います。これもっと仏教の言葉で本絶、今日本語では本質と言いますけどもね、仏教では本絶と言います。これは元の質、元、物そのもの、人そのもの、本当のあなた、本当のその人自身ね、これを本絶と言います。それがね、悟り開いたら見えるものですね。でもそれも一応ね、あなたの心の内側で映し出されて見えますから、だから一応相分なんです。影として私たちは認識しますから、ただ認識するのは私なんだけども、それがね、本当に正しく見えたのがこの諸所縁念が映ったこちら側ね。で我々はね、ほとんどの場合は主観を通してね、主観を通して色眼鏡で、色眼鏡がなくなったのがブッダね、最後まで悟り開いた人は色眼鏡がなくなった状態で、我々は色眼鏡で眺めているから、あなたの心次第でこの世界が憂鬱な世界に見えたりね、あるいは浄土みたいに幸せな世界に見えたりするのは、あなたの心によって大きく影響を受ける。対象は変わらなくてもね、心によってこの見え方が変わるのはあなたの心のね、まあ、錆というか心の主観を通して見てるからですね。でも見ているものは心の外にあります。だから異境ありますけども、実際あなたが認識しているのはあなたの脳の中で、あなたの心で、再び再現してます、再現してます。だから相手は全部自分なんですね。だから有志は矛盾しないんです。人はいる、物はある、
でもあなたが見ている人やものは、ね、光が照らし出して光が当てられて、それがあなたの鏡の内側に、ね、内側に映っているから、これはあなたなんです。あなたが世界をどう理解するかはあなたの心が認識している。だから勝手に作ってるんですよ。あの夢の中で人が現れてもね、多分嫌なやつが現れたらね、そいつを思い出して憎んどってもね、実際あなたが作った憎いやつですから、あなたが作ったね鬼ですから、人のせいにできない。全てはあなたの心が生み出したもの。世界はこう解くんで、あなたの心さえ変わったらね、外界は全くどんな外界、外の世界であってもね、苦しみをなくすことができる。有識は本当に分かったらね、全ては原因に自分に求めて、自分を変えることによってね、たとえ世界が悲惨な状況であっても、あなたは幸せになれる。これが、悟りというか、お釈迦さんが教えられた幸せなんですね。この心の仕組みなんかもなかなか難しいですけども、ここをしっかりとお釈迦様が説いてね、有意識の教えをしっかり解き切って、全ての人が苦しみがなくなる道を明らかにされました。でこれを踏まえてね、もう一度ここをねちょっと見てみたいと思います。一応皆さんに送った LINE でちょっと読んでいきますとね、どういう内容かと言いますと、まず質問はですね、深淵、これ新書延年ね、質問は深淵もしくは新書延年、ね、私たちは普通これしか見えません、ね、ここまでいかない。でも一応ね、仏教では他心、これ他の心があります。深淵でなくても他心がある、ね、があるとするならば、他心がある以上、自分以外に人がいる以上は有識ではないじゃないかと。これをね、外界を直接認識することは、この諸所延年までは認識することはなくてでも、他者の存在、人がいる他者の存在を認める以上は、自分以外に人がいるんだから有識とは言えないではないかと、まあ、こういう質問ですね。で答えが、有識というのは一人の識のみを解くのではないと。一人だけ、ね、有識と言ったらあなただけを解くものじゃないんだと、ね、まずこれが大事ね。ただ他者の存在を解くけどもね、人間有識で、他者といってもね、私が見ている他者だということなんですね。で有識というのが一人の心識でことであるとしたならば、じゃあどうしてね、お経にね十方の凡夫、ね、お経にはね十方ね、たくさんのね十方修行がいる。もう世の中にはね、大宇宙にはたくさんの凡夫、みんな苦しんでるがいっぱいいると。あなた以外に人がいっぱい説いてあるんです、ね、十方の凡夫やまだね、まあ性に、まあ、優れた、ちょっと頑張った人ね、悟り開いた人、もしくは求めてる人、聖人がいる、凡夫も聖人もいるし、また ね人としては実際尊い人もあれば、ね、癒し、まあ、ちょっとそうでない人もいる。現実にね違いがあります。人格でもね人によって違いますよね。またね、修行の因果、ね、因果、ね、もう因と果の違いが歴然として、こういう運命がみんな違うのは種まきが違うからです。同じ人間でもね、種まき違うから、みんな顔形性格もみんな違う。それはその人の種まきなんですよね。で因果の別などがあるのであろうかと。またお釈迦様はね、仏教というのはそもそもね、誰が誰のために説いたんですか、あなたの苦しみの解決のために説いた。それぞれ相手に応じていろんな人がいるからね、それぞれの相手に対して悟りが開けるまで、苦しみの解決ができるまで、それぞれに対して待機説法していかれた。そして相手に応じた法、法といってもいっぱいあります。8万1000ございます。いろんな法が仏典に説かれているのは、みんなその人を救うための法があるんだというのが、まあ、これ答えでありますね。でもう一つ同じ答えで、いろんな言い方をちょっといくつかちょっと文章あげますね。で次に二つ目の言い方はね、外界を直接認識することは一切なくとも、他者の存在を認める以上は有識と言えないではないかと。これは私書いたんですけども、でこれは一見ね、
もっともらしい問い。確かにそうだと。けどもね、有識はこれをね、一言で一生一蹴りするんです。ね。一蹴りして、こう言うんですね。他者の存在といっても、人間有識で、他者という、それ自身が、ただ識のみ、ただ識のみで、なので有識とは矛盾しないというと。でこれをもう少しまた別な言い方するとね、同じことですけども、大九秘境比喩難はですね、私たちはね、心所縁念、ね、相手は自分だと言いますけども、僧文は親しく照らすところ、心所縁念、ね、これを陽蔵僧文と言います。これじゃなくて、祖所縁念、ね、本当の人相手もの疎く照らすところ、祖所縁念、本節僧文と言いますが、これとしてのね、一応有識では、ね、これはあなた自身が映ってる、でもこっちが本当の相手、本当のものですけどね、これを一応ね認めている以上は、本節僧文、祖所縁念、本当の人相手を認めている以上は、ね、あなた以外に人がいるんだから、有識とは言えないではないかと、まあこういう、有識の主張に対する背反、他者を認めた以上は有識ではないと、異なった境界がある以上は有識ではないと、こういう疑問をする人がある。それに対して答えは、それに対しては有識は一人一人の心の識、一人一人の心の識を説いた、ね、そういう答えなんですね。でもし一人の式だけを、あなただけを解くならばね、あなただけを解くならばね、なぜお経にね十方の凡夫や商人が説かれているのか、ね、人々には尊卑がある、尊い人と卑しい人がいる、なぜこういう違いを解くのか、修行の因果の区別が説かれている、みんな種まき違うから、みんな修行でもね進んでる人、そうじゃない人がいる、そういう区別がお経に説かれているのか、また誰のためにね仏法は説法をするのか、菩薩は誰のためにね説法をするか、そして相手に応じていろんな法、いろんな教えがございます。いろんな法をね、いかなる法をどのように求めたというようなことをどうして説明つけられるのかと。仏教を学んだらね、実際人を救うための教えがいっぱいある、いろんな人がいる、相手に応じて説法していく内容がいっぱいある。じゃあこれをねどう説明するのかということで、質問に対して、答えられます。まあ有識の教えはですね、この教えは確かにね、識一元論と言いまして、ただ識のみなんですね。武蔵等で言いますと、識は一つのもと、識一元論、これが有識の教えなんだけどもね、だ徹底してあなたはどうなのか、有識と教えはね、あなた自身にとっては世界は私なんです。あなたの苦しみを抜くためにこういう言い方で大胆にね、常識と違うような言い方で教えたんです。それはあなたの、ね、認識を変えるためですね。あなたの認識はね、人のせいじゃない、ね、人のせいでも社会のせいでもない、あなたの心が生み出している、これを分からせるためにただ識のみという教えを説いたんですね。まあ、徹底した式一元論というべき理論で解くんだけども、しかしね、同時にだからといって、ね、私が、ね、人を説いてないわけじゃないと。私が、ね、人はいっぱいいる、みんな苦しんでいる人がいる、そういう人また救うための教えが有識でもあるんだと。多くの有情を否定していないところ、まあ、これも分かっていただきたいですね。当たり前ですけどもね、私が、ね、人は実際いますから、そういう人を救うための教えが有識。またね、有識のかなりの学者でもね、物の存在をね認めない方があります。物は認めてますよ、ね、これ聞いたらね、識のみだからね、まあ、物はないようなことを言う方がありますけど、違います。物は存在します。ただ私にとっては物は心の総分として映っているだけなんです。物は存在しますけどもね、あなたの認識は物を心の中で再現して認識しているから、だから物は心だということは一応言えるんです。でも現実は
ものはあります。苦しんでいる人はいますから、そういう人を救うための教えがまた仏法でもあるんです。で、一つ根拠を挙げますとね、仏教ではね、四食と言いましてね、4つの栄養を説くんですね。四食、こう教えがあります。これまた話したら面白いんだけどもね、4つの栄養で、これ4つの栄養の中のね、最初の1つ目だけが物の栄養なんですね。まあ簡単に言ったらね、断食とね、即食、そして四食、そして色食と、これお経にあるんだけどもね、人が生きるためにはね、4つの栄養が必要なんです。あなたが生きるためには、これ全ての生命にはね、四食と言いまして、4つのね、これ時期はこれ栄養です。これないと我々は生きていけません。4つの栄養が必要で、最初の断食、これだけがものなんですね。これ断食と言いますね。食べない断食じゃなくて、これ階段の段だからね、これは細かいという意味です。階段というのはね、上がってきますよね、細かく、あるいは段階の段ですからね、細かいという意味で、我々ね、飲んだり食べたりする場合はね、細かく砕かないとね、栄養にならないんです。大きなままではね、栄養になりませんよね。だから歯で噛んで、唾液で細かく細かく砕いて、栄養になるまで細かく砕いて体に摂取されると栄養になるんです。そういう意味でこの字を仏教では使います。で、これは生き物、人間や動物はこれ絶対必要です。で、これ必要ない生命は天上とか人間、ガキとかね、地獄とか、そういうものはこれがなくても生きれるんです。残りの3つが必要になるんだけどもね。で、一応人間でも4つ必要であって、参考までにね、即時期、これは認めてもらうことですよね。触れる、あれ、人間はね、私のことを認めてもらう、これとても大事ですから、これ無視したらいけない。相手の存在を認める、私というものをね、認めてもらうことは生きる栄養になるんです。これなかったらなかなか進めない。触れるということは、これはね、認めてもらうということですね。これがある程度あったら、今度はね、四食といって、今度はね、やりたいことね、自分の希望とかね、もしこれやりたい、自分のしたいことをやりたいという、この希望もまた大事なんです、ね、死を思う、これ一種の死ですけどね、やりたいこと、したいこと、これが栄養になるんです。まずは最低限衣食住が必要、そして、認めてもらう、できれば子供の時にね、親からしっかり認めてもらったら、すくすくと成長する。これがなかったらちょっといろいろと問題が起きる場合があるんだけどもね、認めてもらう、そしてこれが自分満たされたら安心ができますから、今度はね、自分のやりたいことが出てきて、ね、満足もできる。で、最後の式はね、まあ、ちょっと大胆に料理いたしますと、これはね、解脱を求めるというふうに味わってもいいと思いますね。まあ、認識、本来の意味はこれ認識することなんだけどもね、この認識することが食事、栄養なんだけども、これ上田さんはね、独特の領域かもしれません。これを下脱と理解するんです。これ一応順番で理解してね、まずは衣食住が必要、そして安心感を得る、認めてもらう、だから相手をしっかり見てあげる、認めてあげる、これがだけでもすごい栄養になるんですね。心が成長いたします。そして自分のやりたいことをまたやっていくと、できれば仏法が一番いいけどね。そして最後は、たとえ人から認めてもらっても、やりたいことをやっても、最後は死んでいくときには置いていかねばならない。ならば死んだでも持っていけるのは業ですから、心を成長させる、心を成長させる、これが色食で最後の、そしてできれば解脱まで進むと。死んだと持っていけるのは自分の業だけですから、そこに目を向けて心の成長、それを目指していく、まあこういうね、食事4つありますね。で、今日言いたかったのは、このね、仏法は物の存在を認めてますから、ね、物、ね、心だけじゃない、実際食べる物の存在認めてますから、それを書いたんですね。常識論に四食を説くところがあります。
その一つが断食であり、断食は食べ物を指しますから、物の存在を否定するのではないと。我々は物によって、ね、食べ物飲み物によって使用、生命は使用、養われ助けられているんだということですね。まあ、いうことをね、ここで、知ってもらいたいと思いますね。そしてあと、まあ、もう一回言いますね。この鏡のタイトルの説明をちょっといたしますとね、私たちの心を、仏教では鏡に例えるとあるんだけど、どういうことですかというね、問いと答えを設けました。例えばね、鏡で持って事物の形を映すときに、必ずね、鏡の中にその物の形が映ります。これがそう、影ね。でその映像はね、外にあるように思える。映像は鏡の外にある。これが私たちね、私以外に外の世界があると見えますが、実はそうではないと。実際はここに映ってるんです。でただ鏡の本体が清らかであることによって、物に向かえば必ずね、光が照らし出しますから、その照らし出す働きによって鏡の中に現れ出てきたんだと。でその鏡の光が親しく照らすところ、これを心所縁念という。これが鏡に映った映像でありますね。そして疎く照らしたところ、諸所縁念といって、これは鏡に対してある事物の本体の形、本当の形ね、本体の形であると。で具体的にはですね、見る対象としては親しく照らす対象を、心所縁念、親しく対象とする縁ですから心所縁念と言われ、鏡の中の映像ね、すなわちこれを相分と言います。これを映像相分、様像相分という。で鏡の光は事物の裏面、私たちの認識は事物の裏面は見えない。ここまで光が弱いから、知恵がないためにね、届かない、裏面、事物の裏面は直接照らすことは、できない。すなわち疎く照らすに過ぎないと。照らしてるけども疎く照らしてるに過ぎない。でこれは具体的には疎く照らすので諸所縁念とこう言われます。これを別名ね、本絶と仏教で言います。本絶、本絶相分という言葉で表します。本絶は荒屋敷から直接ね変化して、これはできたものであり、同時に荒屋敷の対象、これが荒屋敷の相分となっていると。したがって本絶とは事物の真の本当の姿を言います。ただ物は一応ね、人はいるんです。しかし通常は、通常の頃は決してその本絶をね、これを直に知ることはできない。その中間にね、相分という媒介物を作り出して、それを我々は、認識しているに過ぎない。で鏡の働きは清く輝く銅の働きであり、鏡の本体はね、その清くね輝く銅ね、そのものでありますと。これがあなた自身だから、あなたもね仏になれるということなんですけどね、この錆を取ったらと、まあ、こういう教え方をすることが仏教にあるんです。ですからね、映った映像とこれを照らす光、これは鏡の作用、働きですからね。それらはこの光とか映像ね、これは鏡を離れて、なんだこれなしにこれは存在しませんからね、存在するもんじゃないと。ちょうどね、心が物を知る様子もね、またこれと同じようなものですよとこう言うんです。この中に浮かんだ、浮かんだ知られるものは、これはね、有志学ではこれを相分という、ね、あなたの心で再びね再現してますから。でその相分は鏡の映像によって、例えられます。でその相分の本体の形を、
本節と名付けます。でこの本節は荒屋敷の総分であると。でこれの上にね起こった総分をね、これを知る働き光、知る働き、これを見分とこう名付けます。で見分は、鏡の光に例えられます。総分を心の中に浮かべて、また知る作用である見分を起こす本体、光が起きるのはどうがあるからですよね。この光、これ道があるから光を放って、総分が映るんだから、大元はあなたの本体道なんですね、鏡なんです。これが私の本体ですね。で自性分は鏡の本体であるところの清らかな道にあなたを例えます。まあ、古来から四分ね、総分ね、見分、自性分、小分、これを四分と言いますね。心を四つに分けますね、四分ね、四つの分。これは四分三類有識半学とこう言われてきましたように、四分説は有識学の中ではね最も重要だけどもね最も難しいね、かつ難解な思想だ。これが分かったらね、あなたは有識はもう半分分かったと言ってもいいと。ここが皆さん分かったらね、あなたは有識の半分が分かったと言ってもいいぐらいね、超難しい話が実は今日の話でもあります。でこの難解な思想を、鏡の、働きを例に挙げて分かりやすく説明したものがこの鏡の例えでございます。ただ例えは常に一分比喩と言われますね。一部分、例えというのはね完全な例えはないんです。一部分しか表せないからね、全文全てを表した例えは存在しません。だからここではね小事小文が説明できないんです。この例えがねどこにも出てこないんです。ここは例えの限界ですよね。まあそういうことがあります。だから、事実と全面的にね一致するものではないことを知らなければなりません。まず鏡面、鏡の面から光を発して事物を照らし、その映像を鏡の中に映し出すことができるのは鏡の本体、すなわち道が磨かれているから。だから道を磨く努力がコツ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 ね仏道を実践していくことにつながるんです。だから煩悩を減らしていく作業ですよね。そのように私たちの心自体も本来は清らかだと、これを仏性があるという言い方をね、することがあるんです。清らかであるからこそ物事を知る働きを起こすことができると。まあ、これを親鸞聖人はね、ご和さんにね、心性元より清けれど、荒屋敷そのものは本来無垢無気で清らかなんだけども、間なしきがあるたびにね、汚れで覆われているというのも正しい。心性元より清けれどと親鸞聖人はおっしゃっている。私たちの頃も今はね、この塵がついて鏡が曇っておりますが、じゃあその塵を払って、鏡をね清くすればするほど心の光は強まって、物事の本質をより深く、ね、明瞭に知ることができるようになるのですと。で総分とは、これは自有比喩、この相場ね、うに似ているけどもうではないと、実体がないからね、うあることに似ているけどもあるんではないんだと。そういう姿を帯びたものが相分であります。だから本節とは似ていますけどもね、しかし決して本節そのものじゃない。ちょうどテレビでもね、これ映像ですから、実際テレビに人がいるんじゃない、映像を我々見てますわね。ちょっとそんな感じ、あくまでも我々は映像を見てるんです。で自分が作った映像もありますから、自分で勝手にね思い込んで作ってる映像もあることをね気をつければなりません。本節には似ているが決して本節本質そのものではない姿が我々が見ている総分であると。で鏡の表面を磨けば磨くほど、その光の力は強まって疎く照らされたところ、これがねますますあらわになってくると、これがだんだん弱くなってくるというかね。それと同じように私たちは心の本体である自性分をね、これを自分の姿を見せてくれる相手と向き合うことによって、
これは般若経にはそんな教えがありまして、在家の方の救われる教えはね、人と向き合うことだというのがね、有馬経の中に書いてましてね、だから興味深いですけどね、人と向き合うことによって、つまりね、六波羅蜜、親鸞上人は六度満行とおっしゃいましたが、六度満行の実践によってね、ますます、鏡を磨いて、そして鏡についている塵をね、払いのけているのが本来の仏教なんです。煩悩を減らしていく、そういうね、教えが実は本来の仏教であります。でこの塵に当たるのが、これが執着であり、これ煩悩に例えられる。だからこそ、これ煩悩を問題にして、煩悩の塵を払い落としていく。そして見聞である、心の光ね、光の力を、これを強めていく、強めていって、やがて物事の本質を見極める、洞察力を高めていくと。そして見聞という心の光がね、人、これ運に似てます、運に似ているけどもね、これを突き破ってね、こっちが実本当の運ね、我々は人ね、ウーに似ているものを見てるんですね。ウーに似ている、これが私たちの認識ね。と本当は実際のウーというかね、実、まあこれ悟り開いたら実が分かるという言い方になります。だから、見聞という心の光が自由の相分をこれ突き破って、実の本質、本絶の領域にまで達していく。これが有識仏教、これが、悟りであると。ここまでね、詳しくね、この悟りのメカニズムについてもね、教えてると。なかなか、まあ、すごい教えだなとね、思いましたけどね。じゃあこの後、今度は今日時間がちょっとございますから、もう最後これしかないんでね、今度は言語を通してちょっとね、ここをもう少し詳しくね、この後お話をしてみたいと思います。